メガネ、エプロン、腕まくり。どうも、スターブックスのカジです。さあ、今回はコンビニで買えるもので炊き込みご飯できませんかってことで作ってみました。いかがでしたでしょうか。メスティンを使って自動炊飯って言うんだけど、このやり方何回かやったような気がするんだな。これだね。はい。詳しいやり方はリンクに貼っておきますので、そちらからチェックしてみてください。で、今回がセブンイレブンさんの鮭、それからひじき、これを使って炊き込みご飯を作ってみたのね。いろいろ試したんだけど、これが一番美味しかったんで、おすすめしていきたいと思います。まあ、とりあえず食べてみた方がいいね。よいしょ。どうだい？鮭がちゃんと入ってて、ひじきが入ってて、なんだろう、あの惣菜結構いろんなもの入ってるんで、それだけで映えるんじゃないですか。じゃあいただきますね。うん、おいしい。うん、安心する味だわ。おいしいおいしい。うんうんうん。で、今コンビニって本当に便利で、気軽にたくさんいいものありますよね。なんでいろんなものを試してもらうっていうのもありだし、冷凍食品で使えそうなものがあればそれを使ってもらうっていうのもなかなか楽しいんじゃないかなと思う。もし美味しいものを見つけましたらぜひ教えてください。はい、じゃあそんなところでしょうか。以上、お相手はスターバックスのカジでした。バイバイ。はい、アフター。はい、お疲れ様でした。これ待って、本当に美味しいんでさ、ちょっとさっきテンション結構低めで撮ったんだけど、いやね、冷静な、もうダメだ、我慢できん。うん、おー、いいね。これね、お茶碗によそって食べるっていうのもいいんだけど、よいしょ、こうね、一人ならではのさ、これでしょ。お、逆か、ちょっと待って、こっち側の方がいいか。よし、よし。こうね、卵ごと食べられるっていうのもなかなかいいもんですよ。これあれだよね、特権だよね。で、最近見つけた海苔があるんで、これもかけちゃったりなんかしちゃってさ、いくよ。のり弁慶って知ってる？これすげえ美味しい。いや、これでね、メスティンの卵としゃもじで食べてやろうじゃないか。じゃあすいません、いただきまーす。うん、あ、うまっ。うん、こういう楽しみ方も最高だよね。はい、いや、こんな感じです。また見てね。